海水浴場でおこぜに刺された長野県の男子高校生2人が救急搬送されました。2日午後0時半前、上越市直江津海水浴場で海水浴をしていた長野県上田市の17歳の男子高校生と18歳の男子高校生の2人が何かに刺されたと思ったら足元にいたおこぜに刺された。おこぜは今旬で刺身や唐揚げが美味しい高級魚ですが、刺されると非常に痛い。おこぜは背びれに12から13個、腹びれ、尻びれには5個の毒トゲを持っています。背びれと胸びれのトゲは毒腺を持っており、刺されると激痛に襲われるから、むやみに触らないようにしてね。茶色い魚体は砂地や岩場と同化して見分けがつかなく誤って触ったり踏むことがある。その場合、痛みとともに腫れが広がって痙攣などのショック症状が起こって最悪呼吸困難になる人もいる。カサゴとオコゼを見間違えないように注意してね。このような事故は海水浴場での注意喚起が必要です。オコゼに刺されないようにするためには適切な対策が必要です。具体的には、海の中や砂浜を歩く際には、素足でなく、ビーチサンダルなどを履いた方が良いですし、泳ぐ際には、できるだけ潮の引いている時間帯を選ぶ必要がありますね。また、痛みを感じた場合は、すぐに海から上がり、病院での診察治療を受けることが重要です。安全な海水浴を楽しむためには、オコゼに対する適切な知識と対策が欠かせません。楽しく釣りを紹介しています。いいね、高評価、コメント、よろしくお願いします。